投げ銭とかするときにペイパルの情報登録してたから、そっから勝手に引かれるようになってて、気づかなくて3年ぐらいほったらかしだったんだよね、使ってないのに。でほったらかしのままで、で、あの、Twitch からミルダムから Twitch に戻ってきたときに、なんじゃこれってなって、あの、しかもその、ストリームラボのページって全部英語な上に、その、課金してる、ストリームラボに課金してるっていうやつを解除できるページがないんですよね。なくて。え、マジでと思って。ただ、運が良かったのは、PayPal で払ってたから、PayPal 側から、あの、なんだろうな、サブスクで払ってるやつとかのリストが出るんですよ、PayPal でバーって。で、自分で選んで、この支払いは拒否しますっていう風に選べるんですよ、PayPal 側で。そしたら次のサブスク来ても、いや、払いませんよって。サブスク切ってくださいと。サービス切ってくださいって。PayPal 側で処理できるんで、そこから、ストリームラボの設定では、その支払いが拒否できんかったから、PayPal 開いて、PayPal 側で拒否って、切ったんですけど、で、それの関係で、あの、配信オーバーレイ、まあ、あの、なんだろう、その、フォロー通知とか、あの、サブスク通知とかが全部消えちゃってるんで、で、それをちょっと、やろっかなと思って。ちょうどよかったな。で、あの、たまたまね、ヨッサンの配信を、このドネルっていうのをちょっと使ってみよう。多分俺がツイッチやってた時にはなかったサービスなんで、なんで知ったかっていうと、ヨッサンがね、あの、ヨッサンの配信、たまたま見てた時に、ドネーションの、自己紹介のところにドネーションのページあったから、そうなんやと思って、クリックしたら、あの、このドネルっていうページに飛んで、へえ、こんなんあるんだと思って。ただなんか俺が飛んだページは、投げ銭する側の方のサイトで、なんか配信者側のサイトじゃなかったかな。今、ちょっと気になって調べたら、配信者側のサイトは別にアドレスがあって、ちょっとそこ見たら、そういう、フォロー通知とかも全部出せるかな。お、いいねと思って。これちょっとパワーアップさせましょう。ただまあ、普通に、やっていこうと思います。GIF とか作ってできるんだな、これ。ホスティング、チア、スパチャ、チャンネル登録、メンバーシップ。SS9。チャットボックス。あー、これチャットボックスも表示できるんだ。へー、これ便利っすね。あー、へーへーへー。ドネ目標。あー、なるほどね。で、これをオーバーレイで見せられるんだ。あー、便利だね、これ。相当便利やな、これ。へー。めちゃくちゃ便利やな。設定アラート、そう、へえ、あ、これ便利やな。ちょっと後で調べとこう。配信もね、結構あの、凝り出すとキリないんで、あんま凝らんようにしてますけど、このさ、ね、この、あの、配信画面の構成も、あの、まあ、アトラスゲーミングに所属してから、あの、右側にね、広告兼自己紹介のアイコン、デカデカと出してて、下に、あの、チームアイコン、出してますけど、基本変わってないんで。チームに所属しないときは、この右側の、あの、スポンサーとか表示されてるところが、チャットボックスで、あの、チャットが流れるって感じにしてて。で、下のところが通知欄とかにしてたんで。つうか、今思ったけど、これ、AFG コントローラーの、アケコン制作のときさ、AFG コントローラーのあれないじゃん。ちょっと待って。ロゴ入ってないじゃん。今気がついたけど。なんで。うちのコントローラーのロゴ入ってないじゃん。なんで入れてない。今気がついたけど。入れりゃいいのに。配信。ロゴいろいろ。配信実績。あ、実績は違うんだ。どこだろう、ドキュメントホルダー、あ、違うの、じゃあこれか、配信ロゴ、スプリッツ配信ロゴ色の、これや、あ、ブルックのロゴ使いてー、チームロゴの上にこれ、うちの俺のコントローラーのレーベルロゴ乗っけちゃっていいのかな。
ー、これだとなんかあれだな、勘違いが発生しそうだな。うちのチームの俺が所属してるチームに、ね、なんかうちのコントローラーがあれしてるみたいになっちゃった。それ困る。